全国1000万人のメガネザルファンの皆さん、こんにちは。メガネザルは、哺乳綱霊長目、メガネザル科に分類される霊長類の総称で、親の顔よりよく見た方が多いのではないでしょうか。ということで今回は、メガネザルの4500万年の歴史を、ああでもないこうでもないと4500万年かけて語っていきたいと。違うだろう。今回は、以前にも一度取り上げました、ネブカドネザルの鍵、について、設定などの面からもう一度考えてみたいと思います。ネブカドネザルという名前は、以前の動画でもご紹介しました通り、実在の歴史上の人物の名前で、古代に中東に存在した、新バビロニア王国、の王の名前です。なぜ古代の帝国の王の名前が使われているかは、ネブカドネザルは旧約聖書に登場するからです。新バビロニアの首都をバビロンと言い、旧約聖書では、親の顔よりよく見た、バベル、という名前で登場します。創世記11章9節には、神が言語を混乱させたので、その町は、バベル、と呼ばれたと書かれています。ヘブライ語の、ビルベル、という、混乱やごちゃ混ぜ、を意味する言葉が由来であるとされています。ところが、一方、バビロン、という名前は、いくつかの説があるものの、当時の現地の言葉、アッカド語、で、神の門、を意味する、バブエル、バブエリ、に由来するとされています。バブエルの塔、は、バベルの塔、のことだったんですね。バブ、というのはゲート、門、を表す言葉で、いる、は、神、を表します。もともとこの言葉は、初期のシュメール語の翻訳であるとされています。このディンギルという文字は、先ほどのバブエルでも出てきた通り、神、を表す文字となっています。このディンギルというのは、鎖型文字ではアスタリスクのようなマークで表されます。もともとは、シュメール語で、天空、を表す、アン、という言葉を表す文字でしたが、ディンギル、神、を示す標語文字となりました。シュメールの神話に出てくる、アヌンナキ、という言葉はここから来ています。アッカド語では先ほど出てきた通り、イルム、神、を表す文字となっています。そしてこの文字は、神名を表す限定符として使用され、神の名前の前に書かれる文字でもあります。例えば、アッカドの神であり、エヴァにも登場する、マルブック神、は蒸気のように書きます。ネブカドネザル一世は、二世とは親子関係ではないものの、マルブック信仰を復活させた王とされています。余談ですが、アッカド語の、イルム、を、ヘブライ語では、エール、と言い、神を表します。天使の名前に使われる、なんとかエル、ミカエル、サキエル、シャムシエル、は、この言葉に由来します。ディンギルは、神、を表す時に使われる文字である。コメントをいただくもので多いのが、は、で初号機が開けたものは、ガフの扉、ではなく、バラルの扉、ではないかというものです。確かにこのシーンの絵コンテには、バラルの扉、と書いてあります。先ほど、バベルの説明で述べました通り、バベルの由来となった言葉を、バーラル、とする文献もあります。とすると、バラルの扉、は、混乱の扉、という意味になりますが、バビロンの本来の意味である、神の門、と考えれば、神の門の扉、となり、意味が通ります。以前の動画で書きました通り、この穴は、別次元へのトンネル、と設定されているので、神の世界へ繋がる扉であると解釈できそうです。名前自体は、旧、で薫が、ガフの扉、であると言っているので、バラルの扉、は初期設定と考えた方が良さそうです。私は一体何を聞かされたんだ、と多くの方が思われたと思います。設定資料に出てくるからしょうがない女の子。これがお約束の代物です。予備として保管されていたロストナンバー。神と魂を紡ぐ、道しるべですね。設定資料集には、ベイクライトに入っていない姿と、左下に書かれている文字がはっきりと描かれています。
カタログナンバーと、検体名、そしてバーコードが書かれています。鎖型文字は自作したので実際のものと違いますが、ほぼ同じにできてると思います。カタログナンバーは、ロストナンバーと言われているので、黒く塗りつぶされています。そして検体名は、鎖型文字で書かれています。だから鎖型文字の説明をする必要があったのですね。この文字自体は、鍵の金属部分にも書かれています。そして下の部分は、いろんな形に見えますが、設定画では、はっきり人型の線となっています。問題は、これが何と書いてあるのか、です。はっきり言えば、何と書いてあるのかはわかりませんでした。一つだけはっきりしていることは、名前の頭にディンギルがついてるということです。つまり、この検体名は神の名前を表していることになります。一応候補になりそうな名前を調べたので、ご紹介したいと思います。まずは、神の名前ともなっている、ネブカドネザル2世、ですが、似ていますが違います。ネブカドネザル2世は、アッカド語では、ナブー、くぶり、うする、と読み。意味は、ナブー神よ、私の最初の息子を守りたまえ、で、ナブー神とはマルブック神の子供です。ではナブー神はどうかというと、上記の通りではいません。マルブック神も同様です。一覧表なども調べてみましたが、該当する文字は見つからなかったので、何と読むかもわかりません。鎖型文字に詳しい方がいたら教えていただけると助かります。何はともあれ、頭にディンギルがあるので、ネブカドネザルの鍵、というのは、神、のサンプル体であるということがわかります。鍵の言っている、神と魂を紡ぐ、道しるべ、という言葉にも合致します。ちなみに、脚本や絵コンテでは、封印されていた禁断の道しるべ、というセリフになっています。ネブカドネザルの鍵、は神の検体、標本、のことである。ネブカドネザルの鍵、は、物語上で4回プラス1回ほど登場しています。まずはじめは、は、の冒頭の、鍵がベタニアベースから持ち出すシーンで、ヘリに乗せて運ばれています。2番目は、言動に手渡し、中身がお披露目されている、親の顔よりよく見たシーンです。プラス1回は、は、での、9、の予告シーンで、ロバ、に乗せてあります。3回目は、9、で、シンジとカオルがニアサードについての会話を終えた後の、言動と冬月の会話です。最後は、冬月とシンジの会話の後、デカ波に向かって言動が話しかけるシーンです。順を追ってみましょう。お約束の代物、と言動に対してカジは言っています。脚本と絵コンテはセリフが同じで、第三使徒と5号機と引き換えに手に入れたと言っています。いくつか目的はあるものの、カジがベタニアにいた主たる目的は、ネブカドネザルの鍵、の回収であることがわかります。人類補完の扉を開くための鍵だと言っています。鍵に合わせて、扉という言葉に変更されています。予告のシーンは特に言及はありませんが、逃げている間も大事に保管していたことがわかります。9、での登場シーンも2つだけです。シンジがカオルによって現実を知らされたことを、言動に伝える場面で登場します。台本を見ると、例のあれと、ネブカドネザルの鍵が強調されているのがわかります。ゼーレのシナリオを我々で書き換える。あらゆる存在はそのための道具に過ぎん。そのための道具に過ぎん、というセリフで鍵の入ったトランクがアップになることから、ゼーレのシナリオを変えるために重要なもの、切り札だと考えられます。このトランクのアップのシーンは、絵コンテには上記のように書かれています。入っているものではなく、入っていたものとなっています。すでに使われている。最後に出てくるのは、シンジと冬月の会話が終わった後、発令所後での言動の独り言です。言動の左手に持ったトランクのアップとともに、
最後の契約の時が来る、と言っています。このシーンは、セリフこそ同じですが、絵コンテでは絵が違います。絵コンテでは、上記のような説明とともに、剥き出しの鍵を言動が握っています。人型のうにょうにょした部分は描かれておらず、言動が手袋で直接棒のようなものを握っています。この後、真珠のフラフラシーンが入り、エヴァ第13号機が完成します。ジェイレのシナリオを書き換えるための道具が揃った、と言っています。冬月は、最後の執行者だとも言っています。そしてカオルは、時が満ちた、と言います。Q をなんとなく見ていると、ガフの扉が開いたのが始まりの儀式と言われているものに見えます。最後とか終わりとかやたら言うやん。エヴァ第13号機は、最後の契約を行うための執行者であり、ジェイレのシナリオを変えるための存在です。新ネルフ本部の天井には、12本の戦闘が立っています。そして中央はインフィニティのなり損ないでできた塔があり、それを崩して13号機は空に突き抜けます。つまり、12本の戦闘の中央に覚醒したエヴァ13号機がいるという構図になります。この場面では、12本の戦闘からエネルギーが、ガフの扉に向かい、中央で13号機が輝いています。絵コンテでは、少し文言が違っていて、12の戦闘からとなっています。なぜ12かは、人の数と同じだからですね。槍を自ら刺すシーンでは、魔法陣、というようなことも書いてあります。これは、急激の、エヴァ量産機を人の代わりに使った儀式と似ています。つまりこれは、言動の言っていた、最後の契約、の儀式ということになります。これが最後の儀式であるのであれば、当然そのための道具であった。ネブカドネザルの鍵は使われていることになります。いつ使うの？今でしょ。では何に使われたのか。13号機が誕生するシーンでは、カット割りに蒸気のように書かれています。絵コンテではもっと具体的に書かれていて、蒸気のようになっています。赤ん坊が誕生するような描写になっています。ここで思い出してほしいのが、ネブカドネザルの鍵の形です。見えないけど人型をしていますよね。そして冒頭の方で述べました通り、ネブカドネザルの鍵は、神の検体、標本、です。そして鍵は、神と魂を紡ぐ、道しるべ、だと言っています。これと同じものがもう一つ出てきます。それは、エヴァマーク6です。では冬月が、偽りの紙ではなく、ついに本物の紙を作ろうというわけか、と言っています。言動が、ネブカドネザルの紙を使って作った、本物の紙が第13号機だと考えられます。と考えれば、マリの言っていた、アダムスの生き残り、という言葉も筋が通ります。アダムスは、アダムの複数形ではなく、神々、という意味であると考えられますが、それはまた別の動画で。ネブカドネザルの鍵は、神の標本である。最後の契約の儀式を起こすために使われた。ネブカドネザルの鍵は、第13号機になった。いかがでしたでしょうか？くさび型文字の説明をしているときは、何の動画になるか心配でしたが、なんとかエヴァの動画になりました。今回はいろいろと考えてみましたが、ネブカドネザルの鍵の描写がトランクに変更されていたりするところを見ると、当初はこんな予定だったのではないのかなというのが、この動画の結論となります。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。